皆さんこんにちは。元横綱の北の海や二代目若乃花など実力者が揃った昭和28年生まれの花の二八の一人としても親しまれた日本の力士麒麟寺和春をご存知でしょうか。後の北陣親方ですね。長く土俵を沸かせ花のある力士とも言われた麒麟寺について紹介しましょう。しこ名樽沢和春、麒麟寺和春、本名樽沢和春、生年月日1953年3月9日、出身千葉県柏市、出生時は東葛飾郡柏町、身長182cm、体重146kg、所属部屋二所ノ関部屋、得意技突っ張り、押し左四つより、生涯戦歴773勝792敗34休129場所、幕内戦歴580勝644敗34休84場所、優勝十両優勝1回、幕下優勝2回、受賞歴敢闘賞4回、殊勲賞4回、技能賞3回。当時力士の多くが土俵上では感情を表さないことを美徳としていました。しかし麒麟寺は惜敗して土俵に這うと拳を土俵に叩きつけて悔しがる様子を見せていましたね。小学2年生から柔道を始め、中学入学時に90キロに達した体格を生かし柔道の大会で活躍しました。その頃から相撲を志すようになったようです。麒麟寺の運命ともいえる入門秘話を紹介しましょう。まさに偶然と運命が重なったような出来事です。中学2年生の時に力士を志し両国駅へ向かいました。昭和42年3月、ちょうど学校が春休みだった時です。力士になりたいという夢に取りつかれ、とうとう我慢できなくなった黒の爪襟を着た中学2年の麒麟寺は、両国駅に最も近い立浪部屋の玄関の戸を恐る恐る開け、ごめんください、僕どうしても力士になりたいんです、弟子にしてくださいと声をかけました。部屋の中に入り体重や身長を測ってもらうと、力士になるためにはあと3キロ足りないからまた来年おいでと優しく言われ、せっかく来たのだからとちゃんこをお腹いっぱい食べさせてくれたそうです。翌日麒麟寺は立浪部屋から少し離れた時津風部屋へ向かいます。行く前に電話をしたところ、親方は用事で部屋にはいないけどいらっしゃい、そういうことだったら相談に乗るからと言われ、時津風部屋へ向かいました。電話に出てくれた親切な人がたまたま留守にしていたため、麒麟寺は部屋の近くの公園で時間を潰すことにしたのです。しかし見知らぬ土地で30分1時間と待つことがとても不安だった麒麟寺は、不安が頂点に達しようとしていました。その時頭に小さな髷を乗っけた3人の力士が通りかかったのです。とっさに麒麟寺は、あ、お相撲さん、どこの部屋の方ですかと尋ねました。ほら、すぐそこの二所ノ関部屋だよ、横綱の大砲がいる部屋さと言った力士に、麒麟寺はさらに、僕も力士になりたいんですけど親方会ってくれるでしょうかと相談しました。麒麟寺はこんな近くに他にも部屋があったことに驚きながら、ついてきな、こっちだ、今ならちょうどいるからと言ってくれた力士たちについて行ったのです。この両国公園での運命的な力士たちとの出会いをきっかけに、麒麟寺の二所ノ関部屋への入門は見事認められ、新学期の4月には柏市から二所ノ関部屋に引っ越し、近くの両国中学校に転校することになったのです。1967年5月場所で初土俵を踏みます。幕下時代には生活態度をめぐって兄弟子と口論になって反発した末に、なんと髷を切って脱走したこともあった麒麟寺ですが、直後に二所ノ関から寛容な態度で説得され、これをきっかけに熱心に稽古に取り組むようになりました。弟弟子だった元小結び大鉄の湊川親方は、戻ってきてから目の色が変わったと当時を振り返り語っています。皆と同じようにこなすだけだった練習は一変し、腕立て伏せと鉄砲柱への突っ張り、徹底した突き押し相撲を確立したのです。1973年の9月場所と11月場所、幕下では2場所連続全勝優勝したことにより十両に昇進し、これまでは本名の樽沢だったしこ名を兄弟子の大関大麒麟が若手時代に名乗っていた。しこ名、
麒麟寺に改名します。1974年9月場所、新入幕、好成績でいきなり横綱輪島に合わせられるなど、すぐに幕内上位に定着していきました。突っ張りを得意とした切符のいい押し相撲で、入幕以来7場所連続勝ち越し、関脇まで昇進し、三役と三将の常連になりましたね。特に輪島との戦いは初顔の対戦以来10度目の対戦。1976年9月場所まで7勝3敗と勝ち越していました。麒麟寺の相撲の中で伝説となり、印象に残っている試合といえば、昭和天皇が観戦した1975年夏場所8日目、富士桜と突っ張りの応酬となった一番は、今でも名勝負として語り継がれていますね。富士桜と108発もの猛烈な突っ張り合いを見せ、昭和天皇が思わず身を乗り出したことは有名な話です。協会も昭和天皇が観戦する日にわざわざ割を組んだほどでした。麒麟寺本人も富士桜との対戦が現役時代最高の思い出だったと語っています。1979年には左膝を負傷して十両陥落、その後小結びまで番付を戻しましたが、1981年以降になると次第に上位には通じなくなり、幕内上位では負け越し、番付が下がると勝ち越すというパターンの繰り返しが続き、いわゆるエレベーター力士として引退まで幕内に長くとどまっていました。1985年1月場所では9勝6敗と勝ち越し、このパターンをストップさせましたが、翌3月場所で4勝11敗と負け越してしまったのです。また1986年11月場所から1988年5月場所までの10場所間は地方場所で勝ち越し、東京場所で負け越しというパターンを繰り返しています。麒麟寺引退の経緯を紹介しましょう。1988年9月場所で以前から痛めていた左膝を再度負傷、この場所限りで引退し、年寄り北陣を襲名しました。そして麒麟寺の決意を決めたのは、入門時の師匠である佐賀の花の未亡人が、あなたも十分やったからもういいんじゃないと言われたことをきっかけに、もう潮時かなと思い決断したそうです。北陣親方、先代として船橋市の現二所ノ関部屋、旧松金部屋でも後進を指導しましたね。麒麟寺の指導法は力士一人一人の特徴に合わせる指導方法でした。その他 NHK のテレビ中継やサンデースポーツの解説で、実技を踏まえた分かりやすい説明で視聴者から親しまれていましたね。大相撲解説者となった麒麟寺は、弁舌の爽やかさ、軽やかさには周囲は驚かされました。大相撲の解説といえば、玉の海梅吉や神風のようなご意見番、喋り口調も癖が強そうな解説者が定番でしたが、麒麟寺は見るからに好青年前であり、説明も丁寧だったことから、今までにこんな解説者はいないと絶賛されていましたね。しかし2015年5月場所を最後に、病気のため解説者として姿を見ることがなくなりました。各界関係者によると、この頃に頭部の腫瘍摘出手術を受けた影響で、顔面に麻痺の症状が残ったそうです。そのため現役時代の面影は薄れてしまったと言われています。2021年3月1日、多臓器不全のため死去、享年67歳でした。実は亡くなる10年近く前に腎臓移植を受けており、提供された腎臓との相性が良くなかったため体調を崩していたそうです。しかし麒麟寺は周囲に気を使わせないよう、体調が悪いことをジョークにしていました。最後まで麒麟寺らしい姿を見せてくれましたね。死去の際に弟弟子の大善は、親方はいてくれるだけで周囲が明るくなる、太陽のような人でしたと語り、現役時代の相撲ぶりを絶対に引かない突き押しの最高傑作と評していました。麒麟寺は同じ力士仲間や弟子、ファンから愛された力士でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。